でこの狩り場を患者さんが作ったかっていうストーリーがすごい大切になるんじゃないかなと思うんですよね。歯医者さんに怒られた。怒られたってちょっと全然理解できないんですけど。全然僕も理解です。もういもういもういアスクラピア東京です。こんにちは。よろしくお願いします。さあ今日は歯医者も驚愕、はい、何が起きてるこのお口ということでやっていきたいと思います、はい、アスクラピア東京は歯に関する悩みを皆様と一緒に解決していくチャンネルでございます。あなたの悩みをぜひコメント欄でお知らせください、はい、それでは始めていきましょう。で驚愕のこの内容なんですか、どうですか皆さん。すごいですよ。アップで出ております、はい、歯医者さんだったらおーってなるかもしれないです、こんな反応だと思うんですけど、うんうんうん、歯医者さんじゃない皆さんだったらもしかしたらこれ、あれ何の写真、下は歯みたいなのが分かってるけど、うん、これ人の歯なのかなって思うかもしれない、うん、ね、何なのかな、もしかしたら何か食べてるのかな、そう思った人もいるかもしれないんですが、うんうん、実はこれ患者さん自身がご自身で30年かけて作った狩り場なんです。すごいですよ。30年すごくないですか。で結構ねこういう患者様って多くいらっしゃって、うちの場合はそういったこう本当に激しく崩壊した患者様とかっていうのがすごい大好物というか、はい、もう一番得意でやってるんで、そうですね、こういう患者さんって、まあ、すごい多いわけではないですね。それでも時々3-4ヶ月に1回ぐらい来るかな、まあ、こういう方もいらっしゃるよっていうことで、 そうですね、まあ、その人の歴史だとか、なんでそもそもこうなってしまったのか、ね、こうなってしまうとどんな生活なのかとかっていうのも解説していこうかなと思います、うんうん、で大ちゃん先生、これそもそも患者さんって最初どんな感じでいらっしゃったんですか。最初はですね、まずご自身の歯がまあボロボロ で長い間歯医者さんに行ってない、まあ、30年ものって言われるぐらいなんで、うん、30年近く歯医者さんに行ってない、で歯医者さん嫌だな、ボロボロで、でも治療期間あんまり歯医者さん通えないなっていう感じでご覧いただきましたね。あ、じゃあ患者さんとしては一番解決してほしい方法としてはもう早い期間で終わってほしい、はい、というところがあったわけですね、そうです、はい、他にも何か気になってたんですかね。あとはまあ治療期間をギュッと短くしたいっていうことはあったんですけど、それとは他にお金ですよ、治療費も抑えつつ、できるだけ抑えつつ、まあもちろんお口の中はこういう状況なんで見た目もやっぱ綺麗にしたいっていうところが確かにね、はい、トップ3でしたね患者さんの中で。この患者様実は本当に笑顔がすごい素敵な方 で性格もいい方なんですよね、うん、でお口の中が非常に厳しい状態になってくると笑ってくださいって言っても、うん、とかってなっちゃう方非常に多いんですけど、うん、もうすごい笑顔素敵で、手術の前とかでも満面の笑みで本当に素晴らしい方で、はい、も本当に綺麗にしてあげたいなっていうふうに思ったわけなんですけど、実際には見た目っていうよりはやっぱ治療期間だとか、ね、まあ、当然治療費用ですよね、はい、そこら辺が気になるってことですね、はい。でもそもそもその前にですよ、この歯になってしまった理由、あ、うん、確かに皆さんそれが結構知りたいんじゃないですかね。でね、本当にすごい素晴らしい講習会だとかいろんなセミナーとかに行くとですね、必ず言うのは、まあ、歯を抜く前になんでその歯を抜くようになったか考える、うん、この場合であればもちろん歯はたくさん抜けてるんですけど、そもそもなんでこの狩り場を患者さんが作ったかっていうストーリーがすごい大切になるんじゃないかなと思うんですよね、はい、なのでここを今日皆さんともう患者さん目線で分かりやすい言葉で解説していきたいなというふうに思っています、うん、はい。アスセファログラムって言って、これ矯正の時にも撮ったりするんですけどね、はい、はい、でこれから分かることっていうのはまず一つ、この方受け口傾向なんです、うん、受け口っていうのは考えてますね。ああ、はい、ありがとうございます。下顎が前に当ててるってことですねということでございます、はい、この噛み合わせの方っていうのは歯科疾患実態調査とか、はい、政府がやってるような疫学調査で一番歯が残らない噛み合わせの一つって言われてるんですよね。不正咬合があるよっていうことですね、うん、あと噛み合わせって上後ろに向かってこう伸びていくんですね、こうやって上にね、うん、この方後ろに行くに従ってこう下がってるんですよね。あ、今日はドクターリンがなんとお友達を連れてきてくれました。はい、友達船尾くんですこれこういう風に上がってるんですけど、この方の場合はこうやって下がってるでしょ。そうなんです、ね、あの白いのがポンポンポンって見えると思うんですけど、すね、上顎のかぶせ物なんですけど、はい、もう下顎に突き刺さるような角度で、ね、うん、伸びちゃってるよね、うん、なのでもうそもそも噛み合わせのコントロール自体も非常に難しい状態なんじゃないのかなっていうのがこの、そうですね、お写真からも分かるかなと思います、はい、さてこれはよく歯医者さんに行くと取られるやつですよね、はい、歯がボロボロになる方に非常に多い
んですけど、骨がとにかく柔らかいですね、うんうん、もう侵襲的に歯がもう異常になくなっていく方って、そういったご自身の骨自体がすごい柔らかいパターンもあるんですね、うん、例えばこのお写真を見て骨が柔らかいって大ちゃん先生どこで判断しますか？大体ですね、ここのエラの部分がこの写真でいうこの横のこうなってる部分のところなんですけど、はいはいはい、ここが白っぽくない人、これ骨粗しょう症だとか、うん、骨が柔らかい可能性が非常に高いって言われてるんですね、はい、この方まずめちゃくちゃ骨が柔らかいなっていうのが分かります、うん、で下顎の前歯はなんとか治療したら、うん、まあ、ちょっと多く見積もって 5,6 本、はい、もしかしたら残せるかもしれないなっていうような状況ではありますね、うん、ただ残す価値があるのかどうかっていうのは別問題ですけど、はい、物理的に歯科の技術を使ったら残せるって、はいはい、でこれ上顎はドクターリンどういう感じですかね、はい、上顎はこれ歯が白いのと残骸みたいなのが 1,2,3,4,5 箇所ある、そうなんですよ、これそれぞれどういう状態なんですか？この白く、まあ、光って見えるやつですね、うんうん、っていうのはこれ金属のものだと思う、そうですね、なのでもともとかぶせ物だと思うんです。あ、ただですね、かぶせ物だとしたら、うん、基本的には歯と連続してるんですね。そうですよね、だ歯にかぶせてるわけですから、うん、歯にくっついてないとおかしいですね。あ、歯の根っことかぶせ物が一緒ってこと、そうなんです、はい、ただドクターリンこれ全然くっついてるように見えないね。そうなんですよ、で歯は一応あるんですよ、根っこみたいなのが、うん、ちょこ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 と、はいはいはい、あるんですが、はいはいはい、全然つながってないんですね。なるほど。さらに、はい、この右上のとこを注目していただきたいんですけど、写真で言うと左ね、そうです、はいはいはい、ピンって出てくるの分かります？あれは、まあ、ポストとかって言ったりするんですけど、この根っこの中に刺さってる部分なんです、本来なんですけど、横向いてません？90度90度回転してます、はい、ということは横向きのかぶせ物が接着剤でくっつけられてお口の中に入っている。くっつけられたってことは、じゃあこれは患者さんがご自身でくっつけた、もうもはや作ったとか感じですよね。いや、これさらに驚くべきことに、奥歯って本当は大きいはずなんですけど、これ前歯のサイズなんですよ。そうなんです。で次の写真で見ていただくと分かるんですけど、ね、ご覧のように実はこの方奥歯に前歯があるんですよ。そうなんです。これも歯医者もはてな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 ですね。いや、だからおそらく奥歯が先に取れてたんだと思うんですね、はい、である日前歯が取れて、うん、あ、これ奥歯に入れたらちょうどいいかもって言って、多分奥歯に入れてそのまま攻めダインで固まったと思うんですよ。はで間空いてしまったところは、じゃあちょっと攻めダインで埋めようって言って、だんだんこの形になったんです。これお口の外で作ってますよね。そう、これ取り外しができるんですよ。しかもお口の中にいいサイズで入ってますよね、本当に、うん、でもこれ歯医者さんで作ってもらったらいいのにね。で実際これ歯医者さん行けなかった理由とかっていうのはあったんですかね？やっぱりその最初の患者さんのお話を伺ったところ、お忙しい、もちろん歯医者さんに何か怖い思いがあったかもしれないですし、でも実際こういうお口の中されてる方ね、多い理由としては怖い、怖い、怖い、他にも、はい、歯医者さんに怒られた、まあ、先生に怒られた、怒られた、ね、怒られたってちょっと全然理解できないんですけど、いや、もう全然僕も理解できないです。怒るシチュエーションが分かんないです。あとはまあ音とか、 なんか肩取りが嫌でとかって、まあいろいろ随所にこう処置の随所に嫌な思いされた方もいらっしゃいますね。とにかく歯医者さんが嫌いなんですってね、はいはい、そういう方多いです。でもね、歯医者さん好きな人って誰もいないですからね。そうです、うん、それはもう歯医者さんもね、知ってます、医療従事者もみんな知ってますので、はい、そこはね、ご来院の前に安心していただければと思います。むしろ何でこう嫌な思いをされたかとかっていうのを全部やっぱお話ししていただくと、うん、僕たちもその処置をもしするときはすごい最大限配慮して、うん、そういうときに辛い思いがないようにできるんで、教えていただきたいと思います。そうですね、そうですね、はい。で下顎は実際残ってるじゃないですか、この人の場合、はい、で下顎ってなんかね、なんか下顎が出てくるこう異常というか、うんうんうん、ことじゃない、うん、ってことはなんか下顎が早くなくなるのかなってイメージがあるんですけど、うん、実際どうなんですか？この方の場合は、まあ、骨粗しょう症の疑いがありますけど、うん、実際の場合下顎の方が上顎に比べて骨が硬、まあ、いことが多いんですね、うん、はい、そうするとやっぱり土台が柔らかい方の歯がダメになっていくので、うん、上の歯がなくなる傾向にあります、うん、なるほど。しかも下顎が前に出てるのでこうより強く当たっちゃってね、うん、で上顎はもう跡形もない方とかね、うん、結構若い方でもひびだらけで、うん、もう虫歯の治療をしまくっちゃってる、うん、前歯のところでね、はい、まあ、この患者様に関しても、まあ、上ですごい苦労されてるっていうのもあるんですけど、うん、実はその不正咬合というか、うん、下顎が出てるっていうのも大きな問題だったのかなと思います、はい。まあ、実際治療方針としてはどんな治療方法が、はい、まあ、一般的には、まあ、まず残せる歯を全力で残していきたい
あ、でも前歯、まあ、割と綺麗とは言わないですけど、うん、なんか使えそうですね、うんうんうん、なのでまずしっかり歯周病の治療、虫歯の治療を行って、はい、残せるか残せないかの判断をして、うん、残せる歯に関しては全力で残していく、うん、ただ、まあ、この方の場合は奥歯に歯がないのでそこはやっぱ歯を入れてあげないといけないので、うん、下の場合は前歯を残して奥歯に入れ歯を入れてあげる、うん、もしくは、まあ、それでも前歯も不安な状態なので、まあ、下をそう入れ歯にしてあげたりだとか、上もそう葬儀していいですよね、うんうんうん、そうですね、そういう治療方法があるかなと思います、うんうん、じゃあ他にはどんな治療があるんですか。まあドクターリンが今言ってもらったように、まあ、歯を残して、まあ、歯を残さずに入れ歯を治療するか、あとはもうインプラントでしっかり噛むようにするかですね、うん、なので、まあ、オールインプラントをやるかっていう感じになるかなと思います。それも十分あると思いますね、はい、うん、見た目は別にインプラントだから綺麗とか入れ歯だから汚いとかってそういうことではなくて、うん、まあ、どの補鉄装置でもある程度同じようなゴールに持っていくことっていうのはできますので、はい、もちろんね、あの費用かければ快適にはなってきますけど、うん、費用かけなくてもこの方の場合だって30年ですからね。30年もほぼ生まれたばっかじゃない。僕は、はい、1歳です。私0歳私は13歳ぐらいですけどね、まだ親知らずも生えてないぐらいですよ。そこが基準なんですもう他に歯医者として基準にするとこがなかったんだよ。でももうこれ歯医者さんとしては最後に一言言っておきたいんですけど、はい、お口の中にセメダインは使ってます。ダメです、ダメです、危ないです。危ないのでここまで当たり前のように話してましたあ、じゃあアロマアルファはいいのかとか、いや、それもダメですそういうわけで、はい、いかがだったでしょうか、はい、今日は患者様のね、歯医者さんも驚愕、何が起きてる、ね、ということで、うん、このお口、はい、セメダインで作った狩り場が眠っておりました、うん、でこういう方本当に早く治療するともっと早くやっておけばよかったって方、うん、本当に多いの で、ね、ぜひもう相談だけでもいいと思います、うん、もう私歯医者さん怖いんで今日は相談だけでもいいですかって電話で聞いてみて、うんうん、もし OK だったら相談してみると本当に人生変わると思いますので、うん、はい、ぜひ受診をおすすめいたします。今回のようなケースではなくて人には言えないお口の悩みなど抱えている方いらっしゃったらぜひコメントをいただければと思います、はい、真摯に答えていこうと思います、はい、よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。